県はきょう県庁で会見を開き室戸市の室戸体育館のアリーナ島の屋根が大規模地震が起きたときに落下する危険性があると発表しました1991年に完成した室戸体育館は現在も基準となっている国の耐震基準を満たして建てられましたが民間の専門家団体が公表する最新の耐震診断に基づいて調べたところ 基準値の三分の一程度であることがわかりました。県は三月一日から耐震改修を行い、工事が終わるまでのおよそ二年間一時利用を中止するとしています。大きするためにですね、やっぱりしっかりと補修をして、えー、利用をできるように、えー、しっかりした基準のものを持って、えー、工事をして再開したいと。まあ、まあ、再開ここにはモルトシに関してですね、モルトさんの方に。 ししっかりりてていいいたただきたいという,ふうに考えておりますまた南国市の高知東工業高校と知的障害のある児童の入所施設南海学園では同じ工法で体育館の屋根が作られていてこのうち高知東工業ではおとといから耐震診断の結果が出るまでの最長11ヶ月程度利用を中止することを決めました。 県は南海学園に対して改めて耐震診断を行うよう、きょ打診したということです。県はこのほかの一般的な体育館については構造上の考え方が異なるため、震度6強から震度7の揺れでも屋根が落下する危険性はないとしています。